アントーニョ・カルロス・ゴメスは19世紀ブラジルを代表するオペラ作曲家。ブラジル帝国のサンカルロス村の出身。父親は学長のマヌエル・ジョゼ・ゴメス。母親はファビアーナ・マリーア・ジャグアリ・カルドーゾ。幼児期から音楽的な傾向を示し、やがて父親や兄、ジョゼ・ペドロ・デ・サンターナ・ゴメスに励まされる。兄、ジョゼ・ペドロもやはり指揮者であり。 ゴメスの音楽活動に対して献身的な指導者、助言者の役割を果たした。兄の説得でゴメスは、ブラジル宮廷を訪れ、皇帝ドンペドロ2世の庇護を受ける。ペドロ2世は、ブラジルの芸術家や知識人の活動に興味があることで有名で、このためゴメスは、リオデジャネイロ音楽院で、専門教育を受けられることになった。優等で音楽院を修了すると、最初の歌劇、 城の夜エノイチ・一ゥ・カステロを上演する。それから2年後の2作目の歌劇、フランドルのファナ・ジョアナ・デ・フロンドラは第一作より優れているとの評判を取った。この2作の成果によって、ドンペドロ2世より奨学金を貸しされ、1864年にイタリア留学が可能になった。ミラノ音楽院に入学するが、通常4年かかるところを3年間の在籍で卒業し、 マエストロの称号を授与された。真に、ブラジル的な主題による、オペラ作曲への興味から、次回作では、ブラジルの作家ジョゼデアレンカールによる、ロマンス小説、クアラニー族王ガラニを主題に選んだ。これは、ブラジルの先住民を主題にしたオペラで、1870年5月に、スカラザにおいて、クアラニー族の男いる、グアラニの名で上演された。この作品は、 とりわけ厳格な評論家でさえ、ゴメスの名は、ロシシーニアベルギィのような、ヨーロッパの巨匠と比較してみせた。イタリア王、ビットーリオエマヌエール2世はゴメスを除勲した。熱狂の時期が落ち着くと、ゴメスはブラジルに帰国し、クワラニー族のリオデジャネイロ初演を果たす。本国でも、イタリアと同様の成果を収めた。イタリアに戻って、ミラの音楽院在学中に出会った、イタリア人、 ピアニスト、アデリーナ・ペーリと結婚。アメリカ合衆国独立100周年記念の章下、ブラジルからの挨拶いるサルート出るブラジレーラは、1876年7月19日にフィラデルフィアで上演された。1883年に再び、ブラジルに帰国。訪問先のあらゆる都市で表彰を受けた。イタリアに戻ると、友人の黒人ギシアン師へ ヘボーサスの提案を入れ、ブラジルにおける黒人奴隷の解放運動に霊感を得て、奴隷正反対のオペラの作曲に打ち込んだ。これが奴隷であったが、数年がかりでやっと1889年に完成した。ブラジルの帝政が倒され、共和制が樹立すると、ゴメスは、オリシモ・カンピナスに滞在中だったにもかかわらず、イタリアに向かって出航してしまう。 ペドロ2世への忠誠心からデオドロだ、ポンセカ大統領による共和国国家作曲の依頼を拒否した。その後は歌劇コンドルと新大陸発見400周年記念カンタータコロンブスを作曲。パラシュ知事の招きで同地の音楽院の院長に就任すべくシュートベレンを訪ね、喜んで打診に応じたが、ブラジル上陸後に高齢から来る健康の衰えのため、 1896年9月16日に休止した8つのオペラのほかに3巻の歌曲集、合唱曲、ピアノ曲を残している。ありがとうございます。